まさの釣りバカ仕事人。はい、では今日7月の第2週ですね。はい、はい、今日も釣りバカ仕事人スタートです。はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、今日は、はい、実はですね、私徳島にですね、はい、片山さんという友達がいるんです。四国ですね。はい、はい、このね、片山さんはね、台場のフィールドテスターであり、また釣り、海、川、何でもやる方なんですね。はい、で、まあ、40年来の友達なんです。あ、つまり10歳頃からのお友達ってことですね。ありがとうございます。はい、実はね、この人ね、天からの名人なんですよ。天から釣り。天から天からって分かりますか？分かりません。分からない。はい、ね、魚を毛針で釣るんですよ。はいはいはい、はい、渓流の、はい、例えばイワナ、アマゴ、ヤマメですね。はい、これを昆虫に見立てたものを作りまして、針で、はい、それを水面に打って、はい、それ魚が間違えて昆虫だと思って食いつく。おお、非常に高度な釣りなんですよ。それを天からって言うんですね。はい、天から釣り。へー。で、フライって聞いたことありますか？わかります。はい、これは洋式なんですよ。はいはい、和式が天からなんですね。あ、まあ、簡単に言うと。なるほど。はい、うん、でこれがね、非常に最近は流行ってるんですね。へえ。でね、皆さん教えてこの方はね、DVD も出してるし、はい、いろいろ出してる方なんですけど、はい、いろいろぜひ教えてくれってことが、教えてくださいっていう方が多いんですよ、今。はい、で私もまあ一緒に習いたいんですけどね。うん、で彼にはいろいろ針をですね、その作ってもらったり送ってもらったりしてるんですけど、はい、実はね、そういう、なんていうんですかね、講習会をやってもらいたいということで、はい、話がいっぱいありましてね。うん、まあ、10人ぐらい、はい、これなかなかいっぱいではできないんでね、はい、10人ぐらいでその来年、はい、講習会っていうかやりたいと思ってるんですけど、今からですね、参加の方、はい、希望、このラジオ川越で、はい、希望したいなと思ってるんですけど、はい、募集ですね。そうですね、募集ですね、はいはいはい、したいと思ってるんですけど、はい、じゃあもしかすると四国でやるかもしれないし、こちらの方でたくさん希望者がいたら、はい、こちらの方にいらっしゃるかもしれない。そうですね、まあ、基本的には徳山、はい、徳島、はいはい、でやろうと思ってます。うーん、はい、まあ、1泊2日ぐらい。あ、なるほどなるほど、はい、へー。それはそのさっきおっしゃってた天から、はい、っていうものを作ったりするってことですか？たりもしますし、その何ですか、ポイントの見極め、あ、はいはい、釣り方、まあ、はい、これね、すごく難しいですよ、本当に。口で言うと何とも言えないんですけど、まあ、竿 3.3 メーターぐらいの竿に対して、長い、いや、長くないんですけど。え、そうなんですか？道糸はもっと長くするんですよ。ですから、その糸をどうやって操るか、だって長ければ長いほど操るの、そうですよね。そうです動いてるかどうかも分かんないですよね。はい、老眼の私にはまず見えないですよ、きっと。まあそうですね、基本的に目が良くないとやっぱり釣り。あ、そうなんですね。うん、こうよく言うじゃないですか、手先の感覚でとか。そう、勘で釣る、釣りもやっぱり入ってきますよね。あー、でも目で見て勘もあり、うん、なんだろう、感触もありみたいな感じですかね。はい、目だけではやっぱり釣れないと思いますよ。あ、そうなんですね。大体もうどこに落としたら魚が出るかっていうのを、うんうんうん、あ、そっかそっか、もう頭の中で記憶しながら釣りですから、うん、非常にその高度な釣りなんですね。うん、難しそう。いや、もうめっちゃくちゃ難しいですよ。へー、はい、その天才的な方なんですね。そうです、もうこの人の右に出る人いないと思いますよ。はい、越辻さん、はい、ぜひね、はい、やってもらいたいと思ってますので。そうですね、はい、ぜひね、希望者があればですね、はい、ラジオ川越の方まで、はい、応募していただきたいと思います。そうですね、はいはい、で応募方法なんですけれども、はいはい、釣りバカ仕事人のまず Facebook のページがありますね。はいはい、そこからコメントいただいてもよろしいです。そうですね、はい、ダイレクトメールでも大丈夫です。はい、あとツイッター
ターがですね、はい、今 あるんですけど、はい、昔うこさんとやってらっしゃったツイッターまだ生きてますので、はいはい、そちらの方にダイレクトメールで送っていただいても大丈夫です、はいはい、それと、レディモですね、はい、レディモの方には新しく、新しいメールアドレスも入れてありますので、はい、そこに記入していただいても大丈夫です、はい、3つか4つぐらい方法ありますの で、はいそうですね、はい、どれかから、はい、応募してくださると嬉しいです、はいはい、でたくさん人が集まりましたら、はい、また日程の方を、ね、そうですね、組んでいただいて、はいはい、直接ご連絡を差し上げたいと思います、はいはい、ぜひ応募お待ちしております、はい、そうですね、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。続きましてね、はい、そうですね、またアユの話をしたいと思いますけど、はい、先週の続きですね、今日あんまり勉強してきてないんですけど、なんか質問ございますいきなりですか、はい、はい、ではですね、はい、どうしましょうかね。引き船っていうのがなんかありましたよ、はい、確かアユのおとりのなんかでしたっけ、はい、アユを、生きたアユを釣ったアユを入れてく、あーカゴみたいなやつ、はい、そうですね、カゴとは違う、船ですね。あ、そうです、それ言われたばっかりでした浮かしておくって言ってましたよ ね、 そ、 ね、はい、それって重くないんですか。重くないですね、水の抵抗は全くほとんどかからないですね。うん、じゃあ釣れたのを入れてって多少重くなって感じ。そうですね、ある程度数を釣ったらですね、はい、戻って、はい、おとり缶ですか、おとり缶に戻してやる、はい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 、でまたそのいっぱいになったらおとり缶に、はいはい、ああなるほど、はい、やっぱり忙しいじゃないですか。まあそうですね釣れれば釣れればですね、はいはい、そうですね、はいはい、あとね、そうそうそう、なんかね、ね、旅っていうのがありました。あゆ旅っていうのがあるって聞きました、はい、ありますね。普通の長靴とか、はい、うん、まあ濡れていいスニーカーみたいなものじゃダメなんでしょうかね。あのね、これね、タビーでもいろいろ、なんですか、ウェットスーツ的なものと、うん、はい、それからゴム長、ゴム長みたいなものと2種類あるんですよ。こう胸の方までよくあるようなやつ。はい、あ、それはですね、はい、まあ解禁当初寒いですよね、まだ。あ、そっか、うん、はいはい、6月でも結構温度が低くなるので、うん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 、その場合には水が入らない、はい、ゴム長があるんですね、長いのですね、はい、それがまあぴったりするんですけど、うんうん、そ の、 ものと、あとウェット、海で泳ぐウェットスーツありますよね、はい、それと水が入るものと2種類分かれます。でそのウェットスーツは、水が入るやつは、タビは別に、はい、そのフェルトをついた、はい、滑らない、タビがあるんですね。そこにフェルトがついてる。 それでそのフェルトにボッチっていうんですか、杭みたいなの打ってありますね、ステンレスで、その石に乗っかっても滑らないんですよ。サッカー選手のあ、そうです、そう、簡単に言えばね、はい、裏にこうね、はいはい、うついてる、あんな感じ。そうです、そうです。あ、そうなんですね、はい、軽いんです か、まあ重たくはないですね。あ、そうなんですね、はい、川の中って、はい、結構移動、人間が移動しなきゃいけないものなんですか、はい、それとも割と固定のところで来るのを待ってる感じですか。いや、移動しますね、歩きますよ。歩くんですか、はい、へえ、じゃあ急に深くなったり。そうですね、まあ、はい、川の上流でやるので、はい、透明度はいいのでね。あ、そっか、深さは分かりますね。うん、はい、あ、でもじゃあ移動しながら釣るものなんですね。です、ところがね、すっごく水が綺麗ですと、はい、深さが分かんない川が、分かんないですよね、はい、はいはい、飛騨が、岐阜の混ぜ川とかそういうところはですね、はいはい、すっごい水が綺麗なんですよ、うんうんうん、とそういうところ行きますとね、やっぱり、はい、目とその感覚が違うんですね、はい、ドボッとはまっちゃうことあります、ね、ああそうなんですね、危な、はい、危ないですね、海の話で申し訳ないんですけど、はい、私潜ったりもするんです、はい、海にね、はい、で必ず2人で潜らなきゃいけない。そうです、ね、要は今のお話じゃないけど、はい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 、ね、何があるかわからない、はい、そうですね、で川はでも割と1人でやってらっしゃる方が多いようなイメージですけど、はい、それは平気なんですか。うん、まあ、基本的にはね、一人でやる、うん、まあ、年齢にもよりますが、はい、基本的にはやっぱり二人でやった方がいいですね、うん、あ、やっぱりその安全という意味では、あ、やっぱりそういう安全対策は必要なんですね、はいはい、まあ、私もね、若い時はずいぶん流されて、死ぬ思いをもう何回もしましたよ。
流されていっちゃうんですか。もう1キロぐらい流されるんです。竿持って、はい、竿はもう離しちゃう、ね、捨てちゃいますよね、はいはい、怖い。いや怖いですよ、海も怖いでしょうけど、うん、川も怖いですね。いや怖いですね、はい、あ、じゃあもう一度そのさ、なんていうの、鮎釣りの話に戻ると、はい、その今流されるっておっしゃってたじゃないですか、はいはいはい、その流れっていうのは普段釣るところはどうなんでしょう。あのね、例えば流れもいろんな流れがあると思うんですけど、はい、例えばチャラチャラ流れてるところとか、うんうんうん、それからトロッと流れてるところとか、はいはい、あの石が大きいとかバーッと背ですね。あで、はい、そのね、例えば今自分が釣りやってるところでも、はいはい、雨が降ってなくてもですね、うん、上流が雨降ってる場合ありますね。ああそうですね。とね、草みたいなゴミが流れてくるんですよ、うんうんうん、とね、あっという間に水かさかす。ああそうか。でそのゴミに足が取られたりとかもあるのかな。いやもうすごい、あのね、実はあの長良川でね、はい、島野のジャパンカップやった時ですけどね、前の日に雨が降ったんですね、はい、であの長良川って結構川大きいですけど、はい、中洲でやってたんですけど、あっと10分でそうですね20センチぐらい増えましたよ。うわ、もうそうするとね、怖い怖い、うん、あの戻ってこれないですよ。そうですよね、はい、水圧でね、はい、うん、うわ大変、だからもう本当にね川は怖いですね。怖いですね、うん、そういうことをいろいろ勉強してですね、うん、あの川に入選した方がいいと思いますね、うん、じゃあ初心者の人は特に一人では行かない方がいいですね、はい、うん、プロの方、ベテランの方と一緒に楽しんだ方がいいですね。はい、わかりました。じゃあちょっとごめんなさい、私の質問コーナーが長くて、はい、まず一旦ここで曲に行きたいと思います。はい、はい、では後半ですけれども、はい、次は川のお話ですかね、また、うん、はい、ちょっとね、これが海の話、うん、ハゼ釣りの話をしたいと思います。あ、はいはい、海のハゼ、はい、はい、今ね、もう私住んでるの船橋なんですけど、はい、船橋の漁港ですですね、うん、ハゼの、そうですね、5センチから10センチぐらいのものがだいぶ釣れるようになります、はい、今の時期がハゼの時期ですか。そうですね、これから、まあ10月いっぱいぐらいまで、あ、結構長い期間ですね。はい、釣れますね、はい、でここはね、安全なんで、はい、親子連れで結構来てますね、うん、はい、そうですね、2、3メーターの竿があればいいと思います。竿に太さってないんですか。いや、あります、ありますよね、はい、でもハゼはそんなに大きくないから、うん、竿もそんなに太くない。そうですね、はい、柔らかいもので十分ですね。はい、あ、そうなんですね、はいはい、まあ安い釣り具屋さんで、はい、だいたい1本1000円しないぐらいで買えますね。あ、そうですか、はい、じゃあ気軽にできますね。はい、はい、で餌もですね、うん、いろいろあるんですけど、はい、ホタテの水煮っていうか、ホタテの貝柱ありますよね、はい、あれが一番結構釣れるんですよ。でも餌高くないですかそれ、まあ、よくほらスーパーでホタテの、はい、ベビーホタテみたいなの売ってるんじゃないですか。あ、売ってますね、はい、あれで十分なんですよ。あ、じゃあベビーホタテのちょっと安売りの時に、うん、そうですねほら、よく女の人は誤解とか青い染みつけられない人いるじゃないですか。あ、いますね、はい、はい、ところがその、うん、ホタテの貝柱で釣れるんで、うん、はいはい、あとは桜エビの釜揚げ。そうですか、うん、いろんな餌を使いますんで、まあ基本的には青い染めとか使いますけど、うんうんうん、まあ、青い染めなんかだとちょっとね、まだ魚が小さいんで食い込みが悪いんでね、はい、あ、まあ、ホタテが一番いいんじゃないですか、はいはい、つまみ食いしながら釣れますよね。どうですかねそれはちょっとねあれですけど、何ですかね、はい、気軽にできるのは、あ、今日天気がいいから行ってみようかっていう、ね、はいはいはい、感じで、はい、先週お話しした銚子に朝4時半出港なんていうものはちょっと大変ですけど、そうですね、はい、ハゼだったらいけそうですね。ハゼはあれですか、鱗とか取らなくて平気なんですか、うん、ね、釣ってきたやつを水洗いよくして、はい、塩水でちょっと揉んでね、うん、洗ってそのまま、はい、何にも取らないで唐揚げにしちゃいますね、うん、小さいやつは。あ、そうなんだ、はい、仕事人はお料理もよくされるんですか。
もう大好きなんですよ、料理は。そうなんですか、うん、じゃあ今度そのお料理のお話もいろいろとしてください。はい、いいですよ。魚を釣ってきたり、ね、そうです、そうです、はい、はいはい、燻製なんかも作りますし、ね、あ、そうですか、はい、私のお話になってしまうんですけど、はい、去年、勝浦に一人で釣りに行ったんですよ、はいはい、で、シマアジが山のように釣れたんですよ、はい、勝浦のどこでですか？船で出ました。あ、船で、はい、で、私シマアジもちろん釣ったことがなかったし、うん、シマアジのお料理ってしたことがなかったんですね。めっちゃうまいでしょ。そう、美味しかったです。だって高級よ。そうなんですってね。もう一匹もう、うん、千万、うん、千万じゃん、うん、千円って言ってて、で、そのまんますぐお刺身で食べようと思ったらそうじゃないって教えてくれてね、うん、2日ぐらい冷蔵庫で置いた方がいいよって。そうそうそう。だからやっぱり女性はさ、そのお料理も分かると、うん、すごくまた釣りに行ってみようかなっていう気分にもなるかなと思って。なるほどね。でもね、ちょっと帰りですね、あのこう入れてくるじゃないですか、クーラーね、はい、ボックスに、はい、で下に水抜きの穴があるじゃないですか、はい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 、あれが開いてたの。開いてたんですよ。なんか車の中がびちょびちょになっちゃったんですよ。びちょびちょどころか臭くて臭くて、もう何日間も匂いが取れなくて大失敗でした、それは。そういうことがあったんですね。はい、はい、じゃあ基本的には釣りが好きなんじゃないですか。あ、そうです。嫌いじゃないです、好きです。あ、まあ、海が好きだから。あ、そうですね、はい、海潜るんですもんね。そうなんですね、うん、でも釣りは本当の初心者です。はい、だから釣りのお話は面白いですね。 ありがとうございます。はい、まあね、海もいろんな魚、これからもね、夏釣れますしね、はい、肌も大きくなってくるとね、うんうんうん、天ぷらにしたりです ね、食べ方いろいろありますし、うん、またアジもね、はい、結構釣れてきましたしね、はい、アジも南蛮漬けにしたりね。あ、そうですね。私はね、釣ってくると干物にするんですよ、開いて、はい、でそれをね、酒干しって言いましてね、お酒とお水の中に、うん、塩水の中につけましてね、はい、それを2時間ぐらいつけましてね、はい、それを干すんですよ。とお酒の香りがすごく良くて美味しいですよ。普通に干すだけじゃなくて。そうです。それは海水じゃなくて塩水。そうですね、はい、お酒の中に塩を溶かしましてね、うん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 、それを干して、うんうん、で鮎なんかもですね、釣ってきた大きいやつはですね、はい、開いて、その酒塩につけて干して食べる、はい、楽しそう、うん、ね、釣り以外に楽しみが増えましたね。そうですか、はい、ぜひね、じゃあこれからも、釣ってきたお魚をね、はい、お持ちますんで、はい、食べてみてください。料理方法を兼ねて教えてください。はい、はい、と何か海のお話ありますか。そうですね、まあ、海もね、いろんな釣りあるし、まあ、私もこのとこちょこちょこ忙しく海行けてないんですが、はい、7月の半ばぐらいにはですね、また、岩手県、うわ、岩手までまた行かれるんですね、はいはい、車で一人で運転してくるんですよ。うわ、結構片道ありますよね。全と590キロぐらいですね。うわ、向こうで一泊されてくるんですか。そうですね、まあ、何泊か、うんうんうん、して釣りやるんですけど、ね、お年を考えてね。そうなんですよ。ここでね、ちょっとね、やっぱりでもね、すごいあれだねって言われますよ、タフだねって言われますよ。いや、そう思います。そんな500キロもね、運転していって、それから釣りをしてなんて、ちょっとすごいですよ。あ、僕ね、大体岩手まで行くのにね、トイレ休憩2回で行っちゃいますよ。あれじゃないですか、夜ヘトヘトになったりしないです。あのね、結構夜は強いんですよ。あ、そうなんですね。高速道路で、東北縦貫道で、うん、こっちから行きますと、千葉、東京通って、はい、埼玉通って、はい、栃木通って、うんうんうん、群馬通って、それで福島通って、はい、宮城通って、で岩手ですか。うわ、遠いわ。遠いんですよ。遠い遠い。福島のね、飯坂でだいたい半分ですね。福島で半分、はい、うわ、遠い。新幹線乗るとね、福島割と近いですけど、福島までね、福島じゃなくて岩手までね、
はやぶさだと2時間30分ぐらいで行っちゃうみたいです。車だと6時間ぐらいかかります。かかりますよね、はい、うわ大変だ。帰りもまたヘトヘトで大変ですよね。やっぱりちょっとゆっくりしてこないと。そうですね。でね、今でもね、もうぼつぼつ解禁になってますんでね、あゆ釣りが。あ、そうなんですね。気仙川ってね、あの気仙沼に流れ込んでる川なんですけど、はい、ここがすっごくあゆが釣れるんですよ。で水もね、めっちゃくちゃ綺麗なんですね。へ、食べても美味しいですね。これあの何回も行こうと思ってますね。あのあゆはじゃあもう日本全国でいろんなところで釣れるってことですか。そうですね、あのね寒い暑いは関係あります。はい、北は北海道から、はい、南は九州まで、あの鮎釣りは、そうなんですね、私は行ってます。はい、行ってるんですね。はい、釣りのために。そうですね、すごい。そうなんですね。はい、じゃあまああれですよね、日本は縦長だから、はい、時期をずらせば割と1年に近い間ずっとどこかかしかでできるってことですよね。まあ、釣りはね、あの鮎釣りはまあね、期間が限定されていますけどね、その中でもね、あの次回はですね、美味しい鮎、はい、どこの鮎が美味しいか、またそれもご説明させていただきたいと思いますので、はいはいはい、楽しみですね。はい、はいはい、では、はい、初心者のための質問コーナー勝手に作ってますけど、はい、ちょっと鮎のことでお伺いしたいと思います。はい、まずですね、糸ですよ。はいはいはい、太いとか、はい、細いとか、はい、長いとか、はい、短いとか、はい、ありますよね。はいはいはい、カラフルだとか、はいはい、その辺を教えてください。はい、まずね、はい、その人によって違いますけど、竿の長さによって、はい、糸の長さを変えてるみたいですね。うん、で私はですね、はい、今あの流行りはですね、はい、例えば竿9メートルでしたら、はい、大体9メートルぐらい、同じ竿と同じぐらいの長さ、糸か、はい、を使ってる方が多いんですけど、はいはい、私は 40〜50センチ長く出してるんですよ。引き抜きをするときに、はい、長ければ長いほどちょっと時間かかるんですよ。あ、確かに、うんうんうん、ですからその辺がなんていうんですか、難しいテクニックもあると思うんですね。今すごく短くしてる人が流行ってるんですよ。はいはい、でね、糸の太さなんですけど、はい、天井糸っていうのがありまして、はい、竿からだいたい水に入る糸を水中糸と言いまして、うん、はい、水中糸と天井糸がありまして、うんうんうん、その水に入る糸はだいたい2広半ぐらい。2広っていうと、2広っていうのは手を広げてですね、あ、手を両手広げたのが1広。1広です。お、はいはい、これが 2つで2広、はいはい、その半分ですね。うんうん、そのぐらいを水中糸として使ってます。ナイロンと今金属糸があるんですよ。金属糸、はい、あの昔はね、金属糸でもピアノ線みたいな糸だったんですけど、はい、透明みたいな、そう、今ね、はい、複合のその金属糸が出てましてね、うんうんうん、非常にその水切れがいいし、うん、強いんですよ。ナイロンの多分倍ぐらいの強さあるんじゃないですか。はいはい、ただあのいろいろ欠点もありますけどね、よじれに弱いとか、それからすれに弱いとか、はい、私はまあ、 あの両方使いますけど、うん、特にその浅いところを、はい、その浅いところってもあの浅いところチャラチャチャラセっていうんですけど、はい、大体15センチから20センチ30センチぐらいの深さのところは、はい、細い 0.17 とか使うんですよ。うわー、細ーい、はい、で天井糸っていうのは大体0.8 から 1.25 ぐらいまで、その人によって使いますけど、それは好みですか。好みですね。それと、あと色のついた黄色い糸を使ったりですね。やっぱりさっきちょっと冗談で色のこと言ったんですけど、 あるんです。はい、ナイロンでも、黄色い糸はありますよね。あ、その黄色い糸によって魚がどうなるとかってあるのかしら。いや、それはないです。あ、ないんですね。はいはい、まあ、目立つか目立たないか。そうですね、まあ、その人の好みじゃないですか。好みなんですね。はい、糸はやっぱりその人の釣れる魚、はい、それから場所、はい、それから状況によって糸はやっぱり変えますね。変えるんだ。はい、わあ、難しい。いや、本当ね、すごいいっぱいあるんだね。はい、
わかりました。じゃあまたその糸のこともね、はい、徐々に少しずつ、はいはい、勉強していきたいと思います。はい、はい、では今日もそろそろお別れになりました。最後にまた片山悦司さんのご案内をお願いいたします。はいはい、片山さんね、天からの名人なんでね、皆さん講習会をやってもらいたいっていう、ことがあるんで、はい、来年、はい、希望者が多ければですね、講習会をやりたいと思ってますので、はい、ぜひ、ラジオ川越の方にですね、はい、また釣りバカ仕事人の方にメッセージをいただければ、はい、検討させていただきますので、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、じゃあ本日もありがとうございました。